今日もご覧いただきありがとうございます。コメントもありがたく拝見しています。今日は藤井風テレビの感想を言っていきたいと思います。民放はほとんど出演されてない藤井風さんですが、このねシソンヌとヒコロヒーのと一緒にねコントをやったっていうのはウィキペディアとかズッツさんダイアリーで知っていたので、うわーこれは見たかったと。でどこにもね映像配信もされてないし、いやーもうこれはね見るすべないのかっていうところでね、悶々としていたところ、年末に、再放送のお知らせがあって、いやいやもうほんと願えば何でも叶うもんなんだなと思ったわけなんですが、いやもうこれはねおそらくこの類の番組はもう今後はね見れない気がするので、これ本当超お宝ですよね。まあともかく、見てない方で、お笑いが特に好きな方、かつ藤井風さんファンならば、これはね本当ねぜひねテラサに瞬間加入していただいてでも、見る価値があると思いますのでね、もう伝説の番組だと思いますので、ぜひ見てみていただきたいなと思います。それでは今日も藤井風さんを堪能できることに感謝しつつ、そしてこの番組構成はこんな感じで、2022年の4月初回放送当初では2日間にわたって4月に放送されたようですよね。で、昨年年末の12月29日の再放送ではこのディスク1のみだったので、この中で言うとですね、シソンヌさんとヒコロヒーさん的にはディスク1のプロポーズっていうネタがねすごく面白かったわけなんですけれども、藤井風さん的にはですねディスク2の出所と、大工の棟梁、これがね必見ですよね。あとはね、まあボーナストラックのコントのジョイマンですかね。これはもうね相当貴重ですよね。なんかの業界人の視聴率がものすごく良かったとのことなので、いやそんなところからもねこのレアさ加減がね分かると思うんですけれどもね。でこのディスク1ディスク2にはこのシソンヌさんとヒコロヒーさんと、まあ、初対面の時の、まあ、映像、初顔合わせの時の映像っていうのがね、出てくるわけなんですけれども、ボーナストラックの方ではねすごくじっくり見れるんですけれどもね、この2組のキャスティングがどういう風に決定されたのかは分かりませんが、もうねこれね最適解すぎるんですよね。藤井風さんと絡むという点において、でまずはこのシソンヌさんとヒコロヒーさんはもうね何をやってもどんな下品なことを言ったとしてもすごい品があるんですよね。とあとはねものすごい気遣いのできる方なんですよね。その辺とかですね、だからフォローもすごいし、で藤井風さんに対するこのリスペクトの感じもすごいしですね、もう何よりすごく優しいですよね。で愛を持ってこう見守ってくださってる感じが伝わってくるし、多分だからもう本当にね藤井風さんもやりやすかったんじゃないかと思うんですけどもね。でもこの2組とも、まあ、お笑いの方にはない結構やっぱりこうオレオレ感みたいなのが、まあね俺がみたいなところがある方がねまあほとんどだと思うんですけれども、まあそういう感じがね意外とこの2人ないんですよね。結構もう大物なんですけれども、だからまあそこのね人選がすごいなと思ったんですけど、これどうだったんでしょうね。藤井風さんが好きな芸人さんを挙げてその中からキャスティングをされたのか、やっぱりこれもまあ頭痛さんセレクトなのか、まあそこは分かりませんけどもね、まあとにかくね悪が強い芸人さんの中でよくこのもう本当最適な人選をしてくれたっていうところにね、もうこれはもう本当藤井風さん側目線になっちゃうんですけどね、もうすごい感動したのと、あと個人的にも本当にまず本当シソンヌさんはすごい大好きな芸人だし、であとはもうヒコロヒーさんについてはもう女芸人さんの中でも一番大好きな芸人さんだったんで、もう本当にねもう最高だなと思ったわけなんですけど、まあそういうのもあって本当に、どうしても見たいと思ってた番組だったんですけどね。で、まず、
シソンヌさんとの、初顔合わせの映像ですね。彼らは、まあ、おそらく藤井風さん の, あの YouTube とかは見てないっていうのは、まあ映像からわかるんですけれども、まあ、ただ藤井風さんという名前存在はまあ知ってるよっていうことで、まあまあ、とにかく紅白とかもご覧になってたんでしょうかね。で、あの二郎さんはもう本当ボケですごく面白い方なんですけど、まあ、長谷川さんがまあものすごいあのフォローとか優しさがすごい方じゃないですか。で、あの長谷川さんのコメントで、カットしてないダイヤモンドの原石を渡された感じっておっしゃってるんですけどね、どんな風になるのかって言ってね。で、いや、あ、すごいまといてるなと思ったんですけど、で、もうそれに対しても藤井風さんはひたすらなんかもう、あ、巻き込んでしまってすいませんみたいな感じで、すごい終始姿勢なんですよね。まあ、そのあたりも、まあ、お互いにすごく印象も多分良かったんじゃないかと思うし、で、ですね、藤井風さんはよ、やっぱよく知ってるんですよね。もう相当前の2013年とか4年とかそこら辺のですよね、キングオブコントでね、優勝したのね、シソンヌさんが。その時のネタとかね、やってたんですよね。バブリーなヒャーってやつ、みたいな。で、当時はね、藤井風さん中学生だったらしいんですけれども、まあそこら辺も、シソンヌさんも感動されてましたよね。日本全国その時の、ただ一人の中学生なんじゃないかっていうことでね、いやすごい分かってくれたんだっていうのでね、結構感動されてたみたいな感じで、あ、そうっていうことは、じゃあ、なんていうの、面白いことをやって、なんかこう笑わせるっていうんじゃなくて、もうお芝居系っていうのがいいんですねみたいな感じで、ちゃんと演じてもらって面白いものにしましょうかみたいな感じでね、やっぱりこの辺もね、まあ本当に頭のいい方だなっていうのもね、すごい思ったんですけれどもね。で、まあ藤井さんの新しい扉を開くってことで言ってましたけど、で、それに対してね、藤井風さんも、自由に NG なしでって言って、それを言った後にですね、二郎さんが、まあ、その時の風貌を見てですよね、髪の毛がこうなんかまあこのわさわさな感じで、あとまあね、メガネでひげも生えててみたいな風貌で、でエッチな小説家って言ったんですよね。いや、それがね、もうね、すごいなと、もうピンポイントすぎて、もうなんかそれ見たいなと、本当はね、それが一番見たかったんですけどね。いや、ハマりますよね。本当着物とか着せたらね、やっぱり紅白のね、死ぬのがような和装もそうですけれども、やっぱりめちゃくちゃハマるじゃないですか。で、やっぱりね、この文豪な感じすごいありますよね。だからもう本当むしろそういう映画とかも、見たいなとすら思わされるわけなんですけれどもね。なんか本当映画監督とかだったらすごい、なんていうの、インスパイアされるんじゃないかなっていうね、藤井風さん見てるとね、まあ、そういう気さえしますよね。次にヒコロヒーさんとの初対面、まあ、こちらの方が時系列的に先にあったみたいな、感じのトークでしたけれども、この時ね、まあ、すごい可愛いブルーのセーターで、やっぱりおひげが生えていて、でヒコロヒーさんはですね、もうなんなんの歌がから知ってるっていうことでね、いやもうそれガチじゃんみたいな風にね、私も思ったんですけど、藤井風さんも、いや、それはすごいですっていう風にね、こう言ってましたけどね。で、藤井風さんはこう、メガネもマスクも取って、まあわかんないでしょうみたいな時に、なぜかですね、メガネとマスク外した時に、手の甲でおでこを隠したんですよね。あれはね、一体ちょっと何なのかっていうね、またちょっとね、藤井風さんのこの行動でわかんない時があるシリーズが、あったなって思ったんですけどね。で、まあ、ヒコロヒーさん本当びっくりしたわけなんですよね。知ってる人だっただけにね。で、私、藤井風とコントやるのやばいですよねって言って。そしたら、まあ、わしもやばいと思ってますっていうことでね。それで、まあ、ヒコロヒーさん的には、藤井風さんは私とやること知ってたのっていうふうに、まあ、聞いたわけですよね。気になって。そしたら、まあ、藤井風さんがそこで、いや、まあもちろん知ってましたと。でも知ったところで知ってないようなもんですっていうこの謎なコメントを言うんですけれどもね。そこでまあ彦さんがね、何を言ってるのって言ってこう、しれっと突っ込んでる、まあその二人の会話がね、ちょっと異様に面白かったわけなんですけれどもね。で、まあ、ヒコロヒーさん的には、
アルバムのジャケットとかのお顔はまあ知ってるわけじゃないですか。あとまあね、その動画とかのお顔も知ってると思うんですけどね、それをあの見てるので一緒っすねってこう言うんですよね、顔が。でそれに対して藤井風さんは嬉しい、よく違うって言われるって言ってたのがね、まあ私は逆にそれの方が分かる気がしたんですよね。なんか藤井風さんってまあ見るものによって結構ちょっと違う感じの印象を受けたりしたので、特に最初の頃なんかお顔の捉えどころがないっていうか、あと痩せたり太ったりとか体重の増減もあったんでしょうかね。なんか結構ね、私もあの MV とかその昔の動画とかの顔によって印象が違うっていうのもあったんでね、まあちょっとあのヒコロヒーさん的にはまあちょっと一緒だということでね。でまあ藤井風さん、この何なんから知ってるっていうのをね、あの彦さんから聞いた時のまあちょっと嬉しそうなあの藤井風さんのリアクションがね、すごい可愛くてキュートだったんですよね。ここはちょっと印象的だったんですね。なんかやっぱりこう素直に感情が現れるっていうか、まあね、あのそういう方なんだなと思ったわけなんですけどね。でまあコントできるって言って、まあそこにはね全力でやりたいなと思ってますと、でわしも頑張りますって言ってね、まあ、お互い頑張りますということでエア握手をねしていたわけなんですけどね。まあ本当にこの時に、芸人さんとちゃんと会ったのは初めてですっていう風にねあの言ってたので、やっぱりこちらの方がね、彦さんの方が先だったんでしょうね。で私どんな感じみたいなことを聞いたら、まあ、ほんまに連れって感じって言ってね、まあ、格好が最高って言ってね言ってましたけどね。まあ、あの、良かったですよね。すごい、だから、ここで一気にこう、二人の距離が縮まった感じはしますよね。で、まあ、彦さんがね、まあ、今度ファミレス行こうねって言ってたら、すごいそこでね、嬉しそうな顔で、あの、藤井風さんが、うんってこう、うなずいてるんですけどね、それが本当にすごい可愛かったんで、もうここ必見ですね、本当ね。まずはディスク1なんですけど、最初は子守唄っていうねネタで、これなんかいきなりあのキラリの歌からこうバックでライトをこう当たってる感じで始まったので、まあこれあれライブかなと、あのスペシャルライブもね何曲やるってことだったんで、あキラリやるんだと思ったらね、まあまあそこからネタが始まっていて、まああの子供をね寝かしつけてんのに、まあうるさいわっていうようなネタだったんですけれども、まあ子供はあの彦さんと長谷川さんがやってるわけなんですけどね。でまあその子守唄じゃ寝れねえぞということで、もうあのなんなんとかもねあの、大きい声で歌って、それでもう、まあ、お二人から突っ込まれると、でバシバシこう枕とかで殴られるんですけどね、結構長谷川さんマジでリハーサルからねガンガン言ってましたよね。でまあそういうのにこう戸惑う藤井風さんが見れたっていうのもね、すごいこれ、まあ、貴重な感じなわけなんですけどもね。でなんなんていうとこでこう耳に手当てるやつやるじゃないですかね、コール&レスポンスのね感じで、そこでやっぱりまあね、すかさずこのオーディエンスじゃないからとかね、彦さんもアリーナ席じゃないからとかね、そういうツッコミがねバンバンこう、多分これアドリブですよね、あのバンバン入るところもねやっぱさすがだなと思ったんですけどね。でそこで、まあ、二郎さんはあのお母さん役ということで寝てるんですけどね、まあそこで、まあ、ここで寝るの横になるのとかあのキラリのね替え歌みたいなとか、この帽子なんなんとか言って、この帽子になんかナイトキャップかぶって寝てるんですけどね。でまあ夢みたいなコント番組みたいなこう寝言を言うっていうこう設定なわけなんですけれどもね。で最後はまあちょっとボケて、藤井風さんのセリフで終わるっていう、じゃんちゃんみたいな風に終わる、まあすごく単純なコントではあるんですけれども、でもそこで最後で見るあのカメラを間違えたみたいで、で彦さんにああこっちだと思ったのにこっち見ちゃったっていう時のね感じのまた困り顔、まあこれはねあのコントを堪能するというか、この藤井風さんの反応、困り顔だったりとかそういうのを堪能する番組だなっていうのをまずこの一発目でねこれ分かったわけなんですけどね。でね長谷川さんに至ってはもうね素晴らしいってこう褒めてくれてるんですよね。褒め育てですよね。まあ、彦さんもねこう褒めてましたけどね、上手だ上手にできたねみたいな感じでね、あったかいなと、あこれはちょっと大丈夫だなってこうね、あの視聴者からファンの方多分みんなそんな目線でね見てたかと思うんですけどね。で続いて次のネタがプロポーズっていうネタで、まあ、ここはねあのピアニスト役
なんですよね。この伴奏 BGM のピアノを弾く役っていうピアニスト役なんで、まあセリフもあんまりないということからね、まあ安心してこう見てられると思うんですけれども、で、彦さんと、裾野の二郎さんが、二郎さんがまあプロポーズをするっていう設定ですよね。高級レストランに、彦さんを呼んで、プロポーズするっていう。でもそのプロポーズにかかる時の音楽が、あ、まあ、藤風さんがいろいろ弾くわけなんですけども、最初はキルビルを弾いてみたりとか、まあ、ジャッキー・チェンの歌を弾いてみたりとかですね、まあ、あの徹子の部屋の音楽弾いてみたりとか、もういろんな音楽を弾いて、そうするとそれに応じたなんか芝居っていうをやってくるっていう、もうさすがですよね。これはだからもう本当に二郎さんと彦さんの、あのコントをもう存分に堪能できるあのネタなんで、で、まあ、監督役でツッコミっていうのが、まあ、長谷川さんの役割だったんですけどね、もうねすごい面白いわけなんですよ。もうあのそうですね、黒柳徹子のとことかね、本当にあの二郎さんまでね徹子になっててね、まあ彦さんもねすごい上手かったんですけども、お二人もすごく面白くって、そこでもなんかまあ割とこうパントマイム的な感じでね、こう胸に手を当ててありがとうございますとかね、でやっぱりすごい面白かったのが、そのジャッキー・チェンのあのよくあるじゃないですか、カンフーのねあの音楽、あれをピアノでやって、で最後にガーンってこうドラを叩くんですけど、その時にすごいポージングをするんですけどね、まあそれがねやたらかっこよかったんですよね。リアルにね、でね決まったっていう顔してて、それもまあ面白いし、でそのねネタをする時にね、そのあのオフショットのところでも出てたんですけどね、ちゃんと長谷川さんがね、やっぱりここにあのドラを鳴らすやつを持ってきてすぐこう打てるようにした方がいいねとかね、ちゃんと考えてあげてたりとかね、いやもう本当ね長谷川さん優しいなと思ったわけなんですけどね、まあそこですごいその決まったっていうポーズもねかっこよく決まって、でその後にまあ突っ込むわけなんですけどね、長谷川さんが、でそうすると胸に手を当ててこうありがとうございますみたいな、こう紳士的な挨拶をするんですけどね、まあそれもねあの盛大に突っ込まれてましたけどもね、でそうするともうね、あの二郎さんと彦さんに至ってはもうなんかあちょーっていうやつじゃなくて、もう二人とも猿みたいになってるわけなんですよね。もうそのあたりの下りもね面白いのでね、まあこれは必見ですよね。であとはもうね、ここでもやっぱりリアクションですよね、藤井風さんのね、こう怒られると、長谷川さんにこう怒られるとこういちいちビクッとする感じとかね、やっぱり口に手を当ててる感じ、あれがねあの紅白のねあの最初の冒頭の口に手当てる感じ、ちょっと彷彿とさせるところだったんですけど、あの口に手当ててね怯える感じ、これがねあのやっぱ面白いですよね。だから、まあ、このね藤井風さんのリアクションを堪能ね、ここでもできた、わけなんですけれどもね、でまあ最後に、まあ、お風呂が沸きましたっていう音楽のやつあるじゃないですか、あれのねあれをやって、まあ、ダメだこりゃってなって、まあ、ドリフの音楽がかかって、まあ、あの強引に引っ張られていって終わると。でまあ、あの長谷川さんはその藤井風さんに対してね、まあ、大人含めて全員で話そうかみたいな感じであの連行されていくんですけどね、まあ、その最後はねやっぱりあの彦さんとね二郎さんがすごい面白かったですよね、二郎さんが、まあ、よかったらこの後演技指導してあげようかって言って、まあ、彦さん大丈夫ですってねこうきっぱり言うっていうね、まあ、そういう感じで終わるわけなんですよね。いやこれはねあの本当二郎さんと彦さんの、コントが堪能できる、ネタでしたね、で続いてお見送り芸人しんいちさん の僕の好きなものっていうネタをねやってましたよね。最初にね、しんいちさんがギターでね自分のネタを何とかのもの好きとかっていう風に言って、であの一通り終わったら、キーボードでね、藤井風さんがもう完璧なあの結構ねあのすごい練習いっぱいしたんですかね、ネタをねこう流暢に言ってましたけれどもね、で、ここではねキーボードの感想がね素敵すぎましたね。でまああの最後にはこう、シソンヌさんとヒコロヒーさんもねいじってましたけどね、忙しいと思ってダメ元でオファーしたらここと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 怖いくらいスケジュール出してきた裾野の好きとかね、まあそういう最後はねツッコミをしてましたけれどもね、でも最後に本当はこんな僕と一緒にコントやってくれるみんなが好きっていうところでなんか手をお花にするんですよね。これはなんか藤井風さんのなんかあるんですかね、でああれなんか V にしてだねとかって突っ込まれてましたけどね、あのハートじゃなくてなんかお花にして
たっていうのはね、これはあの藤井風さんのデフォなんでしょうかね。で、次は、ディスク2の、ピアノバーなんですけど、これは、シソンヌと、藤井風さんの、コントでしたよね。で、まあ、ピアノバーでもう一曲弾いてよっていう二郎さんがね言う中で、藤井風さんが今いろんなやつを歌うんですよね。最初はもう歌舞伎町の女王を歌ったりしてましたよね、とか、まあ、北の国から歌ったり、アダルトちびまる子ちゃん歌ったりとかね、生でこれはね初めて聞きましたけど、そんな感じで、弾くと、それで二郎さんも自分の過去がそれと歌詞と同じみたいなことで、トークするみたいな、やり取りするっていうことでね。で、最終的に、まあ、藤井風さんが蛍の光を弾いて、で、それも思い出を語ろうとしたら、これは当店の変態の音楽ですよ、ということで、まあ、最後言うわけなんですけどね。で、そこで、まあ、一応落ちて決まったっていう感じなんですけど、なんかね、これ、最後がね、挙動不審だったんですよね。そこがね、面白かったですね。ここに関してはね。まあ、最もこれ、面白かったのが、やっぱりこの出所ですね。これはねセリフが相当あったんですよね。なのでもうね、ここの、コント見るだけでも本当に、テラサで課金する、価値はあるかなっていうぐらいの、面白ネタでしたね。まあこの写真は、まあ、オフショットだと思うんですけれども、金髪のズラなんですよね。もうだからそれがね、異様に似合ってるんですよ。もうほんとこういう人いそうって、もう本人もね、読者モデルにいそうとか言ってましたけれどもね、本当になんかチャラい感じなんですよね。で、ヒコロヒーさん演じるしほちゃんが、刑務所から出てくる日にお迎えに行くっていう設定なんですよね。で、まあ、出所すると。で、もうね、もうこんなことすんなよ、みたいなことで、刑務所から出てきたところで、藤井風さん演じる風くんが待ってるわけなんですよ。で、しほちゃん久しぶりオレオレって、しほちゃん出てくるのずっと待ってたんだよって言うんですけれども、出所前の彼氏っていう設定なんですよね。で、多分これ風くんさんの多分中学時代とか高校時代とかの写真だと思うんですけど、それを出すんですけど、全然違う感じなんですよね。本当になんか田舎の子みたいな感じの、ちょっとふっくらしたような、これ風くんですよねの写真をこう出して、すごい雰囲気変わったねとかって言って、痩せたって言ったら、まあ10キロもね痩せたよって言って、で髪の毛も変わっちゃってるしっていうことでね。でファッションもなんか原宿で買ったみたいな、パンツ、派手なパンツを履いてるわけなんですけども、でなんかね、すかさずヒコロヒーさんが、出所したての女上回る変化やめてもらっていいって言ってね。で、そこのね、二人の会話がね、すごく面白いわけなんですけれども。で、もうね、で、ヒコさん演じるそのしほちゃんは、もうね、無所出たてで、ね、化粧もバチッとしたいし、自分だけバチッと決めて、それ意地悪やんって言うと、意地悪じゃなかろうがんって、なんかそれまで東京弁だったんですけど、急になんかこうね、岡山弁みたいな感じになって、こっちはずっと寒い中、ずっとしほちゃんの帰り待っとって、何時間も何時間も待っとって、何が意地悪なんっていう、すごい言うわけなんですよね。で、これで、男らしくもなってるなっていう。男らしくもなってるっていうね、こういろんなすごい変化があるっていう。で、深作欣二の映画とかめっちゃ見てたから、まっすぐ影響受けたんやなって言って、まっすぐ影響受けちゃった感じねとかって、その辺のやり取りもねすごい面白いし、もうね、このね2人はいいですね。このやり取り、なんかあうんの呼吸だったんじゃないかなと思うんですけどね。で、そこでねプロポーズするんですけど、指輪を取り出して、そうするとね、私出所した日が記念日になるのってね、それは嫌すぎますよね。で、そうするともうすごい、まあ真面目なわけなんですよ、この風くんはね。で、いやさ、今までしほちゃんが犯した罪も過ちも全部受け止めるから、だからずっと一緒にって言ってね、で、俺しほちゃんが生きやすいように一生懸命働くからって言って、実は宅建も取ったんだよって言って、で、これからはね、まあ現場じゃなくて経営側に回るわみたいなことを、まあ言って、でも変わったな、まあ刑務所も入るもんやなみたいな、オチっていうところでね、落ちますよね、これは。いや本当にね、まあ新しい、藤井風さんの一面見れたかなっていうのと、
まあ、でもこれもなんかね、藤井風さんがちょっと言いそうな感じのセリフも言っちゃったりしてるので、まあ、こういうことね、実際本人は多分言わないんだろうけれども、でもなんかイメージ的に言いそうなことを、そのね、脚本として書いてたっていう感じのところがね、すごい面白かったので、いや、このね、出所のコントはね、必見ですね、ビジュアルも含めて。で、次に面白かったのがこの大工の棟梁なんですけどね、これはまあ難しいですわ、まあ、いわゆるモノボケってやつですよね。で、ビジュアルがですね、まあ、大工の棟梁役が藤井風さんなんで、まあ、ちょっと白髪混じりのカツラで角刈りなんですけど、なんかね、ダパンプの一茶酸味があるんですよね、すごくね。まあ、顔がこうね、すごい彫りが深いじゃないですか。で、まあね、大工の仕事っていうのも大変やな、みたいな感じで、まあ、セリフもね、スラスラ、スラスラ、こなしていくわけなんですけれども、で、まあ、トンカチ持ってきてくれって言って、そのトンカチっていうのに対してのもうモノボケが始まるわけなんですよね。で、最初に、長谷川さんがハンカチ持って言ったら、まあ、これで釘を、ファッサーファッサーファッサーってこう、まあ、乗りツッコミをするわけなんですけどね、まあ、ほんと頑張ったなと思ってね、まあ、そこでね、ハンカチを、まあ、目に当てて、まあ、涙とかって言ってね、で、これハンカチやないかいって言うのかと思ったら、ハンカチっていうのは言わないんですよね。で、ハンカチ掘り投げて、なんか落ちてない感じだったんですけど、その後に間髪入れずに、彦さんが今度カンパチを持っていくんですね、お魚のね、でっかいやつ。で、それもね、なんでかわかんないんですけどね、なんかカンパチでこう、だからトンカチに変えて、ね、釘を打とうとするんですけど、その時も、なぜか、ファサファサっていう擬音を使ってるんですよね。これがね、ちょっと最大の謎だったんですけどね。なんでしょうね。すごいよくわかんなかったですね。あと、で、そこもね、まあ、そこはでもカンパチ。これはカンパチだろうっていう、ちゃんとね、言ってましたけれども。で、次に二郎さんが、来るわけなんですよ。学ランを着てね。そうすると、ね、お母さん、僕、ジャニーズ事務所って言ってね、言いかけて、で、そして V6 に入るのだったって言うんですけれども、で、まあ、命っていうので、トンカチじゃなくて命で落ちるネタなんですけど、まあ、血しか合ってないじゃんっていう話なんですけどね。でも、その時にね、藤井風さんアドリブで、まあ、お前の顔じゃどこにも行けんぞ、自覚を持って自覚を、みたいな、なんか普通に顔を否定されたよっていう、ね、いや、ここも面白かったんですけどね。で、まあ、2回目に行った時はちゃんと、それは命って言ってね、落ちてましたけど、で、長谷川さんはこうギターを渡してね、まあ、モンパチをやってたりとか、ヒコロさんが、ハッチポッチステーションをね、の歌を歌うわけなんですけど、なんか多分分かってなかったんでしょうね。ピンと来てなくて、突っ込めないで全、もう放置だったわけですね。もうフルコーラス全部歌っちゃってるのに、突っ込めないで、なんかぼーっとしてるところが、そこも見どころなんですよ。そういう、藤井風さんも見どころ。で、なんか、で、最後にハッチポッチってこう、苦し紛れに言ってるんですけど、そこでも、長谷川さんから助け舟が出されるわけなんですよね。一回ミーティングしますかみたいな感じで。じゃあ、ミーティングって言って、ミーティングしたらもう、助けてくれへんって言って、じゃあ、こっち側やってみますかっていうことでね、ボケ側の方を、に変わるっていうね。で、その代わりに、棟梁の役を今度は、長谷川さんがやるっていうね。で、今度は、なんかよくわかんないんだけど、犬のぬいぐるみをですね、藤井風さんがこう散歩して、ちょっと待ってよ待ってよ、あ、またうんこしてる、かわいいって言って、それはかわいいっていう意味もちょっとよくわかんないんですけどね、してる時にちょっと手でこう押さえるっていう感じもね、ちょっとよくわかんないんですけどね、まあすごい愛が深いっていうことなんですかね。で、これはトンカチのボケなんですけども、だから長谷川さんとしてはあっちこっちこう言ってたんで、あっちこっちだと思ったら、いや、ポチと言いますって言って、なんかもう、トンカチとポチって、なんなんだよって思うんですけどね。で、その後は今度トンカチだけど、ノコギリ持ってこいになるんですけど、で、それで、藤井風さん、ここで、ね、結構頑張ってましたね。で、熊のぬいぐるみを持ってって、こう、女と男のやりとりみたいな感じで、ひどい。じゃあ今まで騙してたんだ、みたいな。最低みたいな、あ、それは裏切りだろうって言ってね、まあ、ここでね、ちゃんと落ちて、OK が出るわけなんですけどね。で、ここではね、やる方は結構楽しいって言ってましたよね。
ちょっとびっくりしちゃったんですけどね。まあそんな感じで、ここの、すごい苦戦はしてみたみたいなんですけれども、まあ楽しんではいたのかなと。ただね、その後はね結構苦しそうな顔をね、エンディングではされてたんで、大変ではあったでしょうね。コントではねジョイマンをやってたんですよね。もうねこれはやっぱりね、お宝映像じゃないですかね。 Here you go, come on のところはなんか淡々とさりげなく言っててね、なんか逆にかっこいいなって感じだったんですけど、いやこれはね、すごく面白かったですよね。ありがとうオリゴ糖とかも最後までこうね言ってラップバトルみたいになってるやんってね、突っ込んでましたけどね、彦さんもね、長谷川さんもね、なんかどういう風に見ていいか分かんなかったって言ってましたけど、ジョイマンさんとしてはこれジョイマンさんがネタを考えたってことでね、衝撃を与えたいということで、まあ、紅白のサプライズより衝撃って言ってましたけどね、まあ、なんか1週間をかけてネタをね作られてたっていうことでね、まあ面白かったわけなんですけどね。まあここもね本当に貴重なので、まあ、ビジュアルも含めね、まあ足がやっぱり細くてこう長い感じなので、ビジュアル的にはなんかやっぱりすごいハマってましたね。ガニ股もね。ね、ダンスはどうなんだろう、私、藤井風さんはちょっと謎すぎて、なんかすごい上手いんだか、そうじゃないんだかがちょっとよくわかんないんですけどね。まあ面白かったっていうのはもう面白かったんで、よかったんじゃないかなと思います。で、最後の笑いがね、ここでなんかちょっと謎系だったんですけどね。まあ、やりきった感じの笑顔だったんでしょうかね。まあ、ということで、まあ、最後にはオフショットのねところで、まあ、シソンヌともヒコロヒー本当にいい人すぎるなっていうのをね本当改めて思ったんですけど、まあでもね、楽しくできたんでしょうかね。まあでもね、まあもう私やらない気がするんですけどね。まあ、いずれにしてもシソンヌさんとヒコロヒーさんに盛大に助けられて楽しい番組になったんじゃないかなと思います。でコントだけじゃなくて、お待ちかねの、スペシャルライブも、ありましたね。中では、ボーナストラックも合わせると、ガーデン、青春病、それでは祭りと4曲もねやってましたね。でガーデンと、それでははピアノだけでしたね。で、まあ、ガーデンは、まあ、メガネに、白地にお花柄のスウェットのラフなスタイルで、まあ、ここではメガネもかけてたということで、やっぱり作家感がすごいあって、ですごいねやっぱり優しくて癒されるような歌い方をしていて、まあね本当にね聴く曲聴く曲同じ曲でもやっぱりすごく違うんですよね。アレンジとかこのフェイクの入れ方とかも違く歌ってるので、まあ本当に毎回ね、まあ、ライブもそうなんだと思うんですけどね、やっぱり楽しめますね。で、青春病では、スタンドマイクを使って歌ってたんで、私これ見たの初めてなんじゃないかな。で、ここではバンドも入ってたんですけど、ヤフさんとはアレンジですすでに入っていたものの、ズッツさんのダイアリーによると映像やライブ含めバンド共演するのはこの映像のこの部分が初めてだったっていうことで、すごい貴重ですよね。ヤフーさんの赤いヘッドホンがすごい可愛かったですけどね。で、ここでは、青春病ですけど同期音源がなしだったので、すごい新鮮な感じではありましたよね。でライティングもすごい かっこよかったし、で野ざらしダンスはねしっかりやってましたね。でそうだからすごくね感動したんですけれども、でヤフーさんのこの間聞いたトークの中ではこの青春病が一番藤井風さんの楽曲の中で一番難産だったっていう風におっしゃってたんですよね。なんかもういじりようがない感じなだけに大変だったみたいな、まあそれすごい分かるような気がしたんですけどね。でもやっぱり改めてこうキーボードにフォーカスして見てみてもすごいやっぱ素敵ですよね。で、祭りは、同期音源も入ってて、まあ、フェイクもねモリモリに入っててすごいかっこいい感じだったんですけれどもね。まあ、それではについてはやっぱりささやくような歌い方がやっぱりすごい尊い感じがしたし、
まあ、このねヤマハのグランドピアノも多分すごい高いやつだと思うんですけどね、なんか思ったんですけど、まあ、紅白の時もそうなんですけど、なんかもうあの楽器ってピアノってすごいピンキリじゃないですか、値段とかもの恐ろしく高いやつとかもあると思うんですけど、なんかすごい高いやつであろうが、あのすごい安いやつであろうが、なんか藤井風さんって何でも手なずけそうな感じがありますよね。なんかそういうところが伺えた、まあちょっと演奏だったかなと思います。まあね、本当にライブも盛りだくさんだったので、すごくお得な番組ですよね。本当これは見ない手はないので、見てない方は本当ぜひ見ていただきたいですね。ということで、お宝すぎた藤井風テレビということでお話していきました。藤井風さん宮城のライブ、他ドラマ映画など、感想動画も出していますので、興味がある方は概要欄からご覧ください。また引き続き見てみたいと思ってくださった方は、ぜひぜひチャンネル登録もお願いします。シニアチャンネルの方では健康やお金、暮らし方など少しでも老後不安をなくす情報も発信していますので、シニアの方がいらっしゃったらぜひ覗きに来てくださいね。それでは最後までご覧いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。以上、今何でした。